皆さんこんにちは、ミニ賽銭箱のまんちゃんだよ。今日は読む清涼飲料水と呼ばれる漫画を紹介するよ。もちろん私が勝手に読んでいるだけだよ。どうも私だよ。読む清涼飲料水、何それ。気になる気になる、教えて教えて。というわけで、このチャンネルではおすすめ漫画の感想やレビューやあれこれをご紹介していくので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、本日ご紹介する漫画はゆるキャンになります。現時点で2度のアニメ化を果たしたヒット作。どのような作品かと言いますと、おっさんの趣味を女子高生にやらせたら面白くなるだる漫画の一つです。あ、バイクとか釣りとかの男臭い趣味を女子高生にやらせる漫画ってたくさんあるよね。で、ゆるキャンでは女子高生が何をやるの？はい、ゆるキャンでは女子高生たちがキャンプをやります。野外にて火を起こし、素手を囲い、酒を飲み、語り合い、そしてテントで寝るというおっさんの道楽を女子高生にやらせたら面白くなるだろうということで漫画になったわけですが、超絶面白くなりました。面白いどころか、その後のアニメ化のおかげでちょっとしたキャンプブームの引き金となった作品ですね。もう社会現象と言っても過言ではないかもしれません。過言かもしれません。どっちやねん。まあ漫画からでもこうやって趣味につながるのはいいよね。ゆるキャンのおかげでまんちゃんも年に 1,2 回はキャンプ行くようになったしね。なったしね。いいことですわ。で、もう知ってるぜって人も多いだろう人気漫画のゆるキャンですが、一応お話について説明をばいたしたいです。いたせいたせ。はい、女子高生シマリンは富士山のふもとの本栖湖キャンプ場で冬に一人でキャンプを楽しんでいます。冬に一人で。寂しい人。寂しいも楽しいなんだよ。これがにわかに流行りだしているソロキャンプというやつなんです。で、リンはそのソロキャンを楽しんでいるとキャンプ場付近の休憩所で寝ている女の子を発見します。風邪ひくんじゃねえと思いつつも放置して過ごしていたのですが、夜になり再びその休憩所を訪れると、付近をさまよっていたその女の子鏡原なでしこに遭遇します。話を聞くと、なでしこは山梨に引っ越してきて、初日に富士山を見たくてチャリンコで富士山の麓まで来たのですが、疲れて寝てしまい気づいたら夜になっていたとのことでした。下手したら凍えてたんじゃないか。危ねえやつ。まあ元気な子なのですよ。そしてなでしこは図らずもリンのソロキャンプにジョインして2人ソロキャンプを体験するわけです。寒空の下でカレー麺を食べたり、月の下、湖の先にそびえる富士山を眺めたり、この体験からなでしこはキャンプに興味を持ち、転校先の学校では野外活動サークルに入ることになります。そこで大垣千秋、犬山葵という同じくキャンプに憧れて野外活動を楽しむ女子高生2人に出会います。そして3人で野外活動の一環として学校の中庭に激安テントを設営していると、偶然にも同じ学校だったリンはテント設営に苦戦している3人を見かけます。遠巻きに見ていたリンですが、リンの友人の斉藤恵奈がリンのアドバイスを3人に伝えに行き、リンの存在がなでしこにバレます。なでしこはキャンプの魅力を教えてくれたリンとのまさかの再会に驚きながらも、野外活動サークルへ入らない？とリンを誘うのです。かくして始まった女子高生たちのゆるいキャンプライフっていう物語です。なるほど。なでしこという女の子がリンとのひとときのキャンプ体験からキャンプの魅力にはまっていくっていう物語だね。そうです、一言でまとめるなし。で、この漫画の読みどころですが、例によって3つご用意しました。キャンプ描写が素晴らしい、優しい世界、リンのキャンプ感の変遷になります。なるほど。読みどころってないよね。読みどころとは私が読んでて面白いと思ったところとか、見どころだと感じたところです。既読の方には共感してもらい、これから読むよって人にはこういうところが面白いんだよっていうのが伝わればいいと思ってるんだよ。ぎょい。はい、1つ目、キャンプ描写が素晴らしい。この漫画の核となる要素だからね、それが魅力的に書かれてないとしょうがないよね。で、その素晴らしさの一つですが、
ご飯がうまそう。飯かい？飯です。キャンプといえば飯ですよ。普段我々が何の気なしに食べてるカップラーメン一つとっても、キャンプの最中に食べるとこんなに美味しそうになるのかと。実際当社費2倍の美味しさですし、あとタイトルの通りゆるいキャンプ具合がいい。リンなんか初っ端からめんどくさいから焚き火しなくていいかななんて言っているし、キャンプってガチガチの道具や装備を揃えたり、キャンプ場でがっつり料理した飯を食べるのがいいんだとかいうイメージを勝手に持ってたけど、キャンプへの敷居をだいぶ下げてくれたよね。キャンプは高尚なもの、大人が楽しむ金のかかる趣味っていうところから、工夫次第では高校生でも楽しめるものなんだぜと広く日本国民に伝えたゆるキャンの功績は大きい。というわけでキャンプ描写がグッドです。はい、2つ目、優しい世界。とにかくゆるキャンで描かれるのは優しい世界です。登場人物たちの関係性がプラスの方向にしか進まないので、安心して読んでいられるのです。喧嘩するとかもないし、例えばなでしこの昔の友人が途中で登場し、リンとも会うのですが、リンはなでしことその友人の関係に嫉妬したりはせず、純粋に新たな友人との出会いとして描かれますし、よくあるゆり漫画の展開だと、もともと一人でしか行動できなかったリンがなでしこへ依存し始めていて、昔の友人など登場しようものなら嫉妬や不安に苛まれるみたいなこともあるかと思います。だがしかし、この漫画にはそれがない。掲載誌がキララ系といっても、そういう展開が読者に望まれていないことはしっかり把握しているのでしょうね。スバラです。ということで、登場人物たちの関係は仲良くなる一方、プラスの方向にしか進まない安心設計にまんちゃんも大満足です。あとはリーのキャンプ感の変遷ですね。これを追いながら漫画を読んでいくのも面白いです。物語の序盤では一人で行うソロキャンプが好きだったリン、ひょんなことからなでしこと二人でのキャンプを体験することとなります。その後なでしこに野外活動サークルに誘われた際は、一人の時間が脅かされると誘いを断るのですが、徐々に巻き込まれていくのです。そしてなでしことのみならず、ノクルのメンバーや友人の斉藤エナたちとのキャンプを楽しんでいくようになります。ただゆるキャンは一人でしかキャンプができなかったコミュ障女子がみんなで行動できるようになりました、というみんなで遊ぼうみたいな義務教育的道徳感を読者に強いる漫画ではありません。友人たちとのキャンプを経た後も、自分が好きだった一人の時間ソロキャンプを否定するのではなく、友達とのキャンプもとても楽しかったと感じた上で、改めてソロキャンプの楽しさ、一人の時間も楽しいんだとリンは再認識するんです。これですよ。これをリーの成長と捉えるのかは分かりませんが、変化していることは間違いないですね。そしてそれはいい変化に間違いないのです。またリーのキャンプ感の変化の他に、友人たちとの関わりの変化を追ってみるのも面白いです。作中では唐突にリンの友人たちの呼び方が変わるのですが、それは一体どのイベントの後だったのかとか、既読者の方は読み返してみるとおもろかと。はい、というわけで漫画ゆるキャンをレビューしてみました。読む清涼飲料水というワードについては投げっぱなしで終わります。読めばわかります。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったという人はいいねやチャンネル登録をお願いします。ゆるキャンが気になる方は概要欄からポチってみてください。それではバイバーイ。この動画はこれで打ち切りです。まんちゃん先生の次回作にご期待ください。